はい、皆さんこんばんは。クリミナルズ研究ポッドキャストです。アイザーグッドアースト全です。お願いします。いやー、先週も言ったけど12月なんですよ。うん、そうですね、もう年末です。もし何したかなとか思うよね。まあそうですね、だからまあまたね、ちょっと今年振り返り会も、まあ、次週とかやろうかなとは、ね、ああ、まあそうだね、まあ改めてね、うん、振り返るときは振り返ろうかなと思うんですけど、ね、うん、いやー、でもあれですよ、なんかあの先週も言ったけどさ、うん、もうあの流れが早すぎて、うん、なんか俺その気に入った曲とかはさ、 Spotify のお気に入りのプレイリストにポンポン放り込んで、うん、大体1年間こうわーっとおさらいするんだけどさ、うん、なんだろうな、良くも悪くも今の曲と古い曲ガーってなってるんだけど、うん、なんかあれだなと思って、あのなんなら俺今年 K-POP 元年だったなぐらいの割合です。うん、ああ僕もでもその、あ、その影響で、はいはい、まあ、それまで一応なんとなくね、その勉強というか、うん、あ、今、まあ、恋人が今流行ってんだとかいうので聞いてましたけど、はいはいはい、結構最近普通にアイドルとして、あ、いいなっていういやー、だからなんだろうね、なんかそのバランスいいなと思ってて、なんかその、うん、あれなのよ、俺がもともと好きだったさ、うん、ラッパーのシリーズと、まあ、MIA だったりとか、うん、なんだろう、まあそれこそカーディー・ビーとかミガジン・スタリアンとかそうなんだけど、うん、そこに今どんどん近づいてってるから、うん、だから逆に言うとそのなんだろうな、5年前の MIA とかのアルバムのサウンドが今やってる感じっていうか、 K-POP が、あー、まあまあそうかね、っていうのがあって、俺的にはなんか今ぐらいの音が結構好きで、うん、なんかまああれなんだよ、そのガルクラと言われる、そのガールズクラッシュと言われる、その女の子が強い系ソングみたいなのが今流行ってたりするじゃん、逆に言うと、うん、K-POP だと、ね、うん、なんかそこが今ちょうどやってるサウンドが、うん、そのちょうど俺が好きなそのフィメールラッパーの人たちのちょっと前のトラックっぽいなみたいなのがあって、2015、6年ぐらい、そうそうそう、それぐらいの感じがあって、うん、なんか逆に言うと今ぐらいがちょうどいいなみたいな、うん、なんか良くも悪くもトラップに行き過ぎない感じっていうか、ね、ああ、まあそうですね、確かに、うん、でまあ、なおかそれプラスアルファちょっとあれじゃん、歌心も入ってるから、うん、結構、ね、いわゆるアイドルというジャンルとしては、ね、振り分けもあるしね、うん、でなおかつちょっとなんだろう、前も話したけどそのポップパンクの要素だったりとか、うん、そういうのも入ってるから、確かに確かに、そう、そういうのでね、聞いてるとまた面白いかなと思ったりして、まあでも逆に言うと俺はなんだろうな、今年音楽で言うとなんだろう、あれです、あのついにアンドレ3000とかラップをやめてしまいまして、うん、あの、うん、アウトキャストね、はい、あの新譜が出たんですけど、うん、あ、まだ聞いてないですか。まあ、聞いてないです。あの全曲フルートアルバムなんですよ。フルート、あの最近あのアンドレス3000ってどこ行くのよ、フルート持ってうろうろしてて、はあはあ、あのこの前東京かなんかにいた時もフルート持ってるところをこう写真撮れたりするんだけど、え、じゃあインストってことですか。はい全部インストでして、今回、ああ、はははでね、あのまああれなんですよね、あの、ああ、ついに言っちゃったなと思ったのが、もうラップすることねえよっつってていや、かっこいいけどもう50過ぎてさっつって、うん、もうあれだよっつって、なんか俺の日常とか興味ないだろみんなみたいな、うん、なんか最近したことよ、俺最近メガネ買ったんだけどさみたいな、うん、なんか視力が変わっててさみたいな、でこんなことラップしないじゃんみたいなみたいなに言ってて、まあ、まあそうだなと思ったんだけど、もう言うことねえの、そうかそうか、でフルでいくんだ、要はもうラップでやることじゃねえかな自己表現みたいな、あ、ことは言ってて、じゃあ本当じゃリアルなのかもしれないですね、その今ハマってるそうだ、今は多分フルートがお気に入りなんだろうけど、うん、でまあ JG もさ、まあ、いわゆるダットラップって言って、まあ1個の前のアルバムがダットラップだっつってさ、うん、あの父ちゃんの自慢話だとか言われてたけど、うん、まあやってたけど、まあここ5年ぐらい本当に客円も減ってて、うん、ほぼやらなくなっちゃったし、うん、だから逆に言うと俺はなんかナズとエミネムが異常なのかなみたいな、うん、あのまだ新譜が2年か3年に1回出るみたいな私でもちょっとやっぱその怒りみたいなのって溜まってないと大変なんですかね。いやー、だからやっぱフラストレーションみたいなのもあるし、うん、やっぱあれだよね、まあ MM に関しては前も話したと思うけど、やっぱプレイヤーとしての気概みたいなさ、うん、いわゆるラップ上手くなりたいみたいなのがまだある感じっていうか、うん、あ、スキルで負けねえぞ、そう、だからやっぱインタビューでまだ俺はケンドリック・ラマに負けたくないみたいなこと言ってるし、うん、ああ、まあそれはかっこいいけどね、まあ確かに、だから逆にやっぱプレイヤーとしていないとやっぱ無理なんだろうなっていう、うん、そのラップっていうその競技がそもそも好きじゃないとみたいな、うん、まあ確かに、だからみんなそうですね、競技としても好きそうですよね、確かに、そう、だからまあナズとかもまあ多分そういうことなので、もう完全に彼はさ、もうそういう中で生きてるから、うん、
だから逆に言うと客演もなんだ減らないしみたいなね、うん、まあエミネムに関してはあの今でもあの喧嘩売られたら全部ラップでアンサーするみたいなことまだやってるから、うん、確かに逆にすげえなと思いながらそのアンドレス・リサーザントのねあの、うん、フルートアルバムを聴きながらまあ普通にいい曲かなみたいなあいい曲普通にインストとしてまあ普通に聴けるなみたいな感じだったりとかまずビートにフルートそうだねビートっていうかまあ基本はメロはフルートだから全部ああそういうことか本当にあのインストアルバムなんですよでまあそのまあうまいとか下手とかじゃなくフルートがずっとなってるみたいななってるおおなんか変なことしてんなみたいな感じなんだけどまあでもある意味ヒップホップかもう今の俺はこれだぞとまあだから逆に言うともう彼の今自己表現がそこに来てる感じっていう言葉じゃないんだとまあねまあだからトラップの創始者がこうなったかみたいなっていうところで、ね、結構面白いかなと思ってすんだけど。まあいいですね。でも口で吹く楽器っていうのがまたいいですよね。いやーだからね、本当に今ね多分画像を調べて最近の画像を見るとずっとフルート持ってるんで。本当に多分四六時中フルート持ってるんだなって。そうとこだったりするから、ね。いやだから今年のねその一曲を多分まあ来週か再来週ぐらいにこう振り返ろうかなと思うんだけどいろいろ見てね、うん、確かになんかそんなことになってたなみたいな、ね。ラッパーにフルートはまれてて珍しいですよ。いやまあもともとそのなんだアンドレス・リサーザンとそのビッグボスとまあペアでねあのアウトキャストだったけど、うんまあ、途中から別にアルバム出したりとかしてもともとちょっとミュージシャンライクなことが多い人だったから、まあ、そこそまあそっちに行ったんだなって感じなんだけど、うん、ことだったりとか思うしねまあでもね逆に言うとなんだろうなあのまあニューメタルリバイバルまで来たし流れとしては、うん、ロックとしてはねあ、はいはい、なんかここまで来たか感があるからまあ本当に2週目感があるよねいろいろ聞いてて、ねうん、2週目だなみたいなあれですよ2週目楽しいですねなんかねいやだから面白いよねなんかそのサウンドは変わらないんだけど明らかに言ってること違うなとかっていうのは改めてあるし、うんうん、だしなんかその本人たちがその1週目を全然知らなかったスライドするっていうのがねまあそうそうそうだから逆に言うとやっぱりなんだろうここもやっぱ前も話したあの長く生きると面白いなってことかなと思うし、うん、そこのフォロワーじゃなかったやつですよねいやそうそうそう実はそこじゃなかったやつだからああオリジネーターの方じゃねえんだみたいなね、うん、そうそうあまあ聞いたことあるけど実はこの人に影響を受けたんですよねちょっと前だったんですよね、はい、まあだってそれこそ先週先々週から話したさヤングブラッドがあのなんだオリバーとあまああのブリング・ミ・ホライズンのボーカルとさコラボした曲の PV でしたけど、うん、完全に東京で撮ってるぞ、うん、多分あの秋葉のあのゲーセンで撮ったんだろうなみたいな映像とかついててさちょうどあのフェスで来日した時かな多分そうだねそこで合わせてやってると思うから、うん、なんかねそういうのも合わせてみるとなんかこう流れみたいな、うん、ここはこういうのだよねみたいなのが逆流してさらにもう違う形になった感じみたいな、うん、そうそうそういやだから本当にそのなんだあのアンドレス・リサードのインタビューでさあの、うん、もう48だよ俺ラップすることなんてないし、うん、大腸検査に受けに行くよとか視力が落ちてきたとかラップしろってのがやっていうのがさあまあでもそんなに時間が経ったんだなみたいなさ思うわけですよそこに関してはね、まあ、なかなかねパンクとラップはねこういやだからねあのなんだっけあんだけ前も話したあのあんだけくだらないことを歌ってるブリンクがちょっとエモくなっちゃうみたいなことだからねうんいやでも今も曲変わらずやってんなみたいな話だからね確かに確かにあーてか それに合わせてじゃああれですかねちょっとあのニュースに行こうかなと思ったんですけど、うん、あれだねじゃあちょっとニュースに行きましょうかじゃあ行きましょうかレディング&リーズフェスティバル2024年のヘッドライナーを発表とはいはいはいレディング&リーズフェスティバルは2024年のヘッドライナーをリアム・ギャラガー、ラナデル・レイ、ブリング182、はい、ブレッド・アゲイン、ジェリー・シナモン、はい、キャット・フィッシュ&ザ・ボルトメンが、はい、ボトルメンが務めることが発表されていると、はいはい、なるほどこれあれですねあのキャット・フィッシュ&ボトルメンはあのあれなの再結成というか復活なんですよね一回こうなんだまあ空中分解というか解散みたいな形になってたんだけど、はいはい、あ活休かね言うたらね、うん、それ一応戻ってくるってことで結構なニュースになってて面白いですねキャットフィッシュ・ザ・ボトルメンは、はいはい、どういうジャンルなんですかなんだろうねまあ、 あの俺の中ではガレージとかとそっちな感じで合わせてる、うん、聞いてるそういう感じなの、うんなんかまあ結構ね俺はメロくて好きだしあとあのボーカルのナルシスティックな動きがすげえ好きっていうかなんかおもろいなっていうので好きかななるほどなんかね俺結構
なんだろうな、フジロックとかに確か出てたんだけど、俺その時はそこまで聞いてなくて、うん、なんか後半になっていいなと思ったらすぐ活気になっちゃって、ああもったいないなと思ったぐらいなんだけど、そう、そういうのだったりとか、まあ、さっき言ったブリンクがね出るって話だし、うん、まあだからあれですよ、あのヘッドライナーを務める人たちが基本的におじさんなんだよな、最近ずっとなっていうね。あ、まあそうですね、もう。まあラナデルレイがこうやってヘッドライナー取るのも珍しいんじゃねえかなと思うし、うん、まあだからね、逆に言うとなんだ、そのコーチェラの方がさ、うん、あのポップ化しすぎちゃってて今、あ、はいはい、あのフェスかこれみたいなラインナップになっちゃってるから、うん、まあまあ、バンドとかだけじゃないですもんね、全然ね。そうで、なおかつそのフェスに出ないような人たちまで出すみたいになってるから、はいはいはい、逆にこのリーズとかレーディングみたいなこう昔ながらのフェスの形態を保ってるところからすると、うん、結構なんかそこら辺ずれてきてるなみたいなね。まあ確かに確かに、またちょっともうそういうジャンルが盛り返してるんですかね、ちょっとウルタナっぽい感じというか。まあだからどうなんだろうね、なんかその受け取られ方がさっき言ったみたいなさ2周目っぽいから、うん、そもそもどういう受け取られ方なのかなとはちょっと思ったりもするけどね。うん、まあだからあのなんだ、ウェンユーウェンヤングフェスが人があんだけ来るみたいなことじゃないか。そうかそうか、いわゆるフェス文化みたいなのがやっぱりなんだろうな、言うたらやっぱり90年代のものなのかなと思ったりするから、うん、まあ、だからそこのファン層もあんのかなっていうね。全盛期って言ったらそうですよね、多分ね、うん、多分だからそのフェスが始まった歴史みたいなのもっとあるだろうけど、うん、やっぱりこう毎年フェスに行ってどこしてっていうさ、まあだからレジャーとしてのフェスってのもあるから今、それで世界各国でやるようになったのも多分90年代、まあだと思うですよね。そうそうそう、でまあ、あのサマソニーの一応モデルになってると言われるレーディングですから、うんうん、このあの連日でその入れ替えてやるっていうのとかね、あ、はいはい、っていうのであったりとか、そうそうそう、そういうのもあったりするからね、うんうんうん、まあそれこそあれじゃん、だってオアシスとかがさ、あの30周年とかになってっからさ、うん、アルバムとかさ、まあそうですね、そんなに経ちましたみたいなことだからね、もう生意気なとか言ってらんないじゃん。いや若手じゃないから、ね、全然若手じゃないから、ね、もう確かにってことだったりするしね。だって最近思うよ、なんかあのベビーメタルがさ、うん、あのこうメタルフェスに相変わらずこう毎年出てんだけどさ、アメリカとかの、うん、はいはい、あのちゃんとあのなんだろう、字がちゃんとしてくるみたいなそのただのこうフォントだったのがちゃんとロゴになったみたいなさ、うん、あ, あるもんね、やっぱね、そのスロットがどんどん上に上がってきててすげえみたいな、うん、確かに知名度もね、ランクも上がってきて上がってるからっていうことだったりするし、そういうので見るとまたなんだろうな、俺結構そのフェスのヘッドライナーを見ながらその今年の流れを見るみたいなのも好きだからさ、うん、まあだからやっぱアメリカのフェスの方がね、あの多ジャンル化してる感じあってね、もともとまあオルタナフェスと言われたロラパルとかにやっぱりそのいろんな K-POP のアーティストが出たりとかするのもあるしっていうのはあるから、うん、あとやっぱ都市型なんだよね、よりね、アメリカの方がね、あ、はいはいはい、あのロラパルのシカゴとかは本当そうだけど、あのホテルの目の前だったりするからさ、会場が、うん、ね、とか結構音響的に大丈夫なのかなって、日本だったら多分やばい、なんかね、禁止されそうな距離感ですよね、結構ね。まあだからあれじゃない、その住宅地にないっていうのでかいよ、アメリカって言えばさ、このダウンタウンに住む家がないから、みんな郊外に住んでるから、郊外に住んでるから、そういうなんか都市でやってもあんまりそういうさ住民クレームみたいなのがあんまりないって、なるほどね、いうのある気がするけどね、そのあまりにも都市型すぎないかみたいな。まあそうですね。まだ逆に言うとあれだよ、イメージとしてやっぱサマソニが都市型フェスっていうのはまさにそういうことだから、うん、ね、あそこには苦情が来るほどの距離感にはないから、ないわけですよね、確かに、そうそう、っていうことだからね。ああそっかそっか、うん、まあだからあれですよ、不安ですよ正直、あの1ドル160円とかになってたら多分来ないっすよマジで。まあね、やっぱもうね、洋楽のアーティスト1万円切ってることないですから、ほぼ。確かに確かに、チケット代が爆上がりするか、そう、まああのはっきり言ってスルーされちゃうかみたいな、ね、今呼べなくなるかってですね。いやだからね、正直俺が好きなさ、結構まあ中堅以下というか、うん、その、うん、日本での知名度があんまりないインディーズ系のアーティストってさ、うん、今ほんとオーストラリアまでしか来てくんないんだよね。あー、はいはい、うん、やっぱアジアでこう日本スキップされちゃうみたいなのがあって、まあ、ちょうどいい金額が提示できないでしょうね、その、まあ、これまでこれからっていうので莫大なお金出すわけいかないけど、さすがにでも提示できるお金だと少なすぎて、そうで、なおかつそのもともと円安になってるから日本でのギャラみたいなものが払えなかったりとか、いざ、うん、自分たちで行こうと思っても安いから、そもそも日本自体が、ね、はいはいはい、でいわゆる会場借りるのは安いけど、そもそもチケット代も安いからみたいなことだったりとかするから、まあそうかそうかっていうね、なんか二重のジレンマがあって、それこそあれじゃん、あのちょうど今収録の日がさ、うん、まあ向こうだと明日なんだけど、まあブラックフライデーなわけですよ、うん、あのサンクスギビングの次の日みたいなね、うんうん、
で、あのいわゆるその閑散期なのをいわゆるその黒字化するためにブラックフライデーなんだけど、まあ、クリスマス前のね、確かにそうですよね、うん、なんだけどもうあのさ、ブラックフライデー安くねえじゃんみたいないやでも分かりますね、結構ねこの音楽やってると、うん、ここプラグインとかね、こう音源とか、ね、まあ、楽器とかって結構ブラックフライデーよく、はい、こうみんなね注目するけど、まあ安くないですよね、あんまね。てかまああの 60% オフとか来るじゃん、向こうのと。うん。あれで、あの一回、一回やっぱ、円に換算すると、あ、安くねえや、みたいな。そうそう。てかなんなら去年の定価ぐらいになってるみたいな。いや、でも結構マジでそんな感じですよね。で、あれじゃあ、あの、日本は日本でさ、多分あの、独自のあの、なんだろうな、プライムセールもそうだけど、うん、多分あの、あれじゃあ、ブラックフライデーもこれから日本国内でも取り入れていこうみたいな感じでやってるけど、うん、あの、普通に 10% オフとか 20% オフみたいな。まあ、そう、現実的にそうなっちゃうんですよね。そう。って考えると、いやー、別にそもそも買わねえかな、みたいな。うん。いや、だから、あの、みんながアマゾンと一緒に動くのはどうよとか思うよ、やっぱりそこはね。まあ、諸外国向こうの基準ですからね、まあね。そう。ドル基準が基本。いやー、なかなか厳しいですね、そこはね。確かに。だからまあこれからが意外とタイとかね、結構なんか最近フェス頑張ってる。うん、ああ、だからあれだよね、インドネシアとかそこら辺が今頑張ってたりするし、うん、あとやっぱ台湾ね。あ、台湾もそうか、うん。台湾とかもそうだし、あとまあ韓国もね、一応こうなんだ、その海外の人を呼ぶフェスみたいなの前より増えてる感じはあるけど。うん、そうなってくると余計、まあ、まあ買い負けるじゃないけど、呼び負ける。ああ、ね、まあ風になってだからまあよく言うその日本スキップみたいなのが出始めちゃう。うん、そうそうそう。まあ悲しいから、まあそれはまああれしょうがねえからね、それもね。うん、まあ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 。そしてあの向こうに行く金はそもそもねえしなって最近思うしね。いや、余計ないですね。いやだからね、そのガラパゴス化がいいことだとは俺はあんまり思わない派なので。いやなんかね、ある程度そのなんだろうな、大きなところに目標があるのは大事だと思うんだよね。うん、そ上り詰めた時に、あ、こういう目標があるんだなっていうのは意外と大事だと思うから。そうそうそう、なかなか難しいなと思ってするけどね。確かに、だからマックに2500円かかる国に行ってフェスとホテルと食事ととかやったらもう破産しちゃいますね。いやだから気軽なレジャーじゃないですよ全然。ね、そうそうそう。それにだから正直3ヶ月ぐらい旅行できそうだなと思うね、旅費調べるとね。うん、だって大体なんか海外のフェスとか行くときってまあ大体予算よりオーバーするじゃないですか大体。ああ、まあオーバーしたら終わるぐらいの。いやー、ほんと結構ギリで言ってんじゃないの。ねえ。でもあれですよ、あの、金持ちの数は日本はなんか世界4位とかに乗ってますからね。まあ、なんかあれですね、あの富裕層増えてるんですよね、結構ね。富裕層増えてるけど、あの、俺たちは金がないって話なの。なんならコロナ禍でめっちゃ増えたらしいです。まあ、だからやっぱそういうことなんですよ、結局ね。格差社会ってそういうことですから、結局、ね。投資とかできる人は多分、なんかいろんなその差額でね、儲けるとか。まあ、そういうことなの。あ、てかあれなんでしょう、あの、キャプテンはあの、うん、マイナスワンを見に行ってくれたんでしょ。あ、ゴジラ、はいはい、行きました。いかがでした？あの、散々ちょっとな、あの、俺思ったんだよね、あの、言い過ぎたなと思ってて、うん、あの、これはね、良くも悪くもね、あの、これはキャプテンに収録前でもそうなんだけど、うん、あれやっぱその、マイナスイメージ、もうまさにマイナスイメージが。でも、確かに先週放送、まあ、聞いたら分かるんですけど、はい、まあ、結構ね、そのちょっとこう、こういうとこ問題じゃないかっていう、うん、僕のところでもうその先入観マイナス1になったんで、あ、はい、まあ、それもあるのかもしれないですけど、結構まあ、普通に映画としてはね、なんか、満足度高く僕は見れたんですけど、ああ、よかった、それはよかった。そうですよ。だからもうその、なんかいろんな矛盾って、そのね、そのセリフとかあるのあるけど、まあ、それでも、うん、佐々木蔵之介はマジで、わけわかんないです。はいはい。いやだからあれですよ、やっぱそのなんだろうね、その良くも悪くもなんか、いや、なんでここがありならここは注意しないのみたいなさあるじゃん、結局、うん、そうそうそう、まあ、ただ見返してみて、うん、だからこのまさに、ね、この収録の前の打ち合わせでちょっと話したんですけど、はいはい、いろんな矛盾がねそうでもね、難しいのが別に矛盾があるからつまんねえって話じゃなくて、うん、矛盾とじゃあその面白いことをどうバランス取るかってことだとは思うんだけどね、結局ね。だから分かりますよ、だからまあ、さんもっとできるだろうっていうのは分かります、確かに。うん、でしょ、なんかね、うん、なんかもうちょいできたと思うんだよなって思っちゃうんだよね。そうそう、いやだから本当にもうなんか台本からしょうもなくて映像もしょぼくて、あ、まあちょっとこれだとどう頑張ってちょっとも映画自体が失敗、企画自体が失敗かなとかじゃないですもんね、多分、うん、普通に満足感はあるんで。いやだからね、やっぱそこに関してやっぱ思うよね、やっぱね、うん、だからなんかそのまあ前も言ったけど、その朝ドラっぽさみたいになってさまあ、それ見てないけど何となく分かりますね。なんかこの何つうのかな、片手まで見ても分かるぐらい説明しちゃう感じっていう、うん、そう展開も分かりやすい、ね、
確かにね。でなんかそれをさ、なんかそのテレビ放送も考えてみたいなことかは知らんよ、それはね。うん、だけどやっぱそのスクリーンのでかい画面にさ、うん、超集中して見てるときはさ、いや別に言わなくても分かるよって思っちゃうけど、うん、そうね。だそのあと自分で上映時間15分延ばしてもいいから、ね、うん、もっと丁寧にやった方がとかね、思ってますね。もともと2時間ぐらいでそんな長くない映画だから。そうだからね、なんかそのまあだからハリウッド基準みたいな、まあ前も話したけど、うん、この山崎隆監督が目指してるのは分かるんだけど、うん、なんかその目指すところそこだったらもっと違くないみたいなところみたいな。まあそうそうそう。もや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 って。まあまあまあ。っていうのはあるよね。だからやっぱそこに関して言うとね、やっぱね、あれなんですよね。なんかだから逆に言うと俺はね、期待しちゃったんだよね、どっちかっていうと。うん、まあまた山崎隆の映画かと思いながら見に行くんじゃなくて、うん、いや今回はやっぱうまくいってんじゃねえかなと思ったんだけど、まあまあそんなうまくいこといかないよねみたいなことなのかなとは思ったけど。しかもそのね、なんか予算が問題じゃなさそうっていうのがまたね、悔しいところですね。そうだよね、別にそれお金かけなくても治ったよねみたいなところ。そう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 。ここはね、難しいところですねって思うしね。やっぱだから脚本っていうんですか、まあ、あんまりわかんないけど、脚本、演出、うん、はいはい、とかのはやっぱこう、なかなか詰めが難しいですかね、なかなか。まあだから逆に言うとさ、だからそのあんまりその得意じゃないところを誰かに任すみたいなのが大事だとは俺は思うんだけど、うん、逆に多分その山崎組じゃないけど、その山崎隆監督はやっぱその一通りやる、その脚本演出から全部自分がやるってところをやっぱ売りにしてるから、うん、どうしてもそうなっちゃう感じはあるんだよね、さっきの朝ドラ感とか、うん、どうしてもその説明台詞増えちゃったりとか、うん、っていうのはやっぱ逆に言うとその山崎隆監督の映画大体どれも共通する問題でもあるので、あ、だ逆に言うとやっぱそういう人なんだよなっていうのは改めて思ったから。なるほど。まあだからこっちからするとそんなにやらんでもなんだけど、うん、まあね。いやそこは別に説明してくれんでも分かるよみたいなところなんだけど、そうなんかそドラマとかでその選手の記憶、あ、なんかあったなとか思い出す分にはそういう分かりやすい演出はいいと思うんですけど、2時間の映画だから、だからね、あのさすがにもうちょっとね、だから台所で洗い物しながら見てんじゃないんだよ、ね、スクリーンでしょうがね、僕は IMAX とかで見てるわけだから。おー、 IMAX はね、だからなんだっけ、 IMAX で見るとあれらしいからね、あの実物大のゴジラと同じ大きさで映るみたいなのを山崎隆監督が言ってたから。あ、じゃあそ、であれそうなのか。だからアップでなんかガーンって映った時があれ実物大の感じなんですみたいな。なるほどね。ああ、そういうことだと思って。じゃあ迫力は。そうそう、結構なんかわかんないです。僕、IMAXそんななんか見てるわけじゃないんですけど、結構あの音響の演出とかうまかったような気がするんですよね。ああ、だからあれだよ、その IMAX ってさ、やっぱその音響の良さも売りだから、あの他のね、劇場より音がでかいんだよ、単純に。ああ、それもありますね。低音とか。やっぱ、そう、やっぱね、音って結構重要で、その、うん、なんだろう、演出としてあるわけよ。急に一気に低音が出る場面でゴジラがガーンって出てくるみたいな、うん、迫りくる感じとか。そうそうそう、だからやっぱ劇場で見る大事さってやっぱ実はね、俺映像だけじゃないと思ってて、音結構重要なのよ、うん、いやそうそう、あの飛行機とか出てくるじゃないですか今回、うん、飛行機のうーんとか行くシーンとかなんかこうね、やっぱあの音があるないでだいぶ違いますもんね。そうだよね、それこそ立体音響で距離感が分かったりするわけだから。そうそう、サブスクでスマホで見るのとは全然やっぱ全然違うよね、うん。いやだから正直ね、それに合わせてなんだ最近だったのデビッド・フィンチャーの新作のザ・キラーっていうのがやってんだけどさ、うんうん、これも話したっけな、あのマイケル・ファスベンダーが主演で殺し屋でさ、うんうん、あの結構まあ変な映画っちゃ変な映画なんだけど、うん、あの今回もトレント・レズナーがとアティカス・ロスがサントラやってて、うんうん、あの今回ね、あの逆に言うとノイズ・ミュージック全開みたいなサントラでさ、なんかしかもそれが鳴りまくってんのね。でマイケル・ファスベンダーの主人公自身がなんか逆に言うとスミスが好きっていう設定があって、うん、あの仕事中にやたらスミスを聞くシーンがあって、あのスミスとか聞いてっから失敗すんじゃねえのみたいな思ったりするんだけど、ね、そういうシーンに合わんだろそもそも。でもなんかそういう演出でもあるんだよね、やっぱその今回もそういうシーンがあって、その主人公がちょっとピンチになる瞬間みたいなのがあって、うん、その家に入ってったら出くわしちゃうみたいな、うん、その中の犯人とね、あ、はい、と瞬間に一気に低音がゴーンってなるのよ、そのトレンドレーザーはノイズがずっと乗ってんだけど、うん、それが一気に曲の展開みたいに低音がボーンってなって一気に床がガーって揺れるぐらいになるの。でもこれって多分家で見せたら気づかんのよ。確かに。でも心臓がグッてなる感じを表現してるってことですね。表現してるわけなんだけど、でもこれってさ、多分映画館じゃないと分かんないから。もうかその頃だったらその低音聞こえないかもしれないです。まあだからね、スーパーローならねえじゃんって話を俺らよくしてるから。うんうん、
っていう話だから、まさにこれでもあれだよなって、これ気づかないと多分映画の点数が変わるよなと思うのね。いや確かに確かに、あの瞬間の低音がさみたいな話にやっぱなるから、そこの表現の幅の今一個削られてるわけですよね。そうだからね、やっぱね、そのネットフリックス制作だからってネットフリックスだけでやるのやめようぜみたいな。最近なんか劇場でやってるのもありますもんね。そうそう、だから最近なんか一応そのなんだろうな、特別枠みたいなのを買って一応上映してるのもあるんだけど、うん、それやっぱなんだろう、1ヶ月限定だったりとかさ、なんか早く2週間限定で終わっちゃったりもするやつがあるから、まあ確かに、だからそうなると、音響が音響でそこ表現できると、そうそうそう、映像上で過剰な演出とかセリフで表現とかしなくても、いやそうだよ、緊迫感とかグッて生まれるってことですね。いやそれこそね、最近あのなんだろう、いい、まあこのキラーもそうなんだけど、音楽なり続けてる映画みたいになってさ、なり続けて、実はそれがこうテンポ感だったりとか雰囲気をこうコントロールしてたりも実はするから、うん、あ、はいはい、そういうのってやっぱでかい音じゃないと分かんないから、やっぱり、まあそうですよね、確かに、それはよくそのでかい音なら何でもいいのかっていうのはやっぱ別で、そこやっぱ音圧が違うっていうのがあるから、うん、そう、まあ、あと特にあの映画館だとそのセリフとあの音響をちゃんと分離してよく聞こえるからよりいいんですよね。そうそうそう、やっぱそういうのあるからね、うん、でやっぱ毎回言うけど、その洋画やっぱオフレコで後でこう繋いでたりするから、セリフがより聞き取りやすかったりもするし、うん、そういうのもあるからね、やっぱそこを意識するとやっぱもうちょい映画館でやってくれよって思っちゃうんだよね。まあ、そうですよね。でも、まあ、それこそあのなんだスコセッシの今新作のさ、うん、キラーズ・オブ・ザ・フラームーンか、うん、あれ今アップル制作なんだよ、あれね、あ、はいはい、アップル TV 制作のせいで、そのせいか分かんないんだけど、うん、パンフレットがないのよ、うん、で今回のザ・キラーはネットリックス制作だからやっぱパンフレットない、そう、映画の配給会社が作ったわけじゃないから、そうそうそう、あってなるから、そう、だからそのパンフレットが結構俺大事でも、これ結構日本独自の文化らしいんだけど、パンフレット自体がもうね、うん、あ、そうですね、そう、向こうはもうあんまりなかったりするらしいんだけど、うん、そのそれこそそのキラーズ・フラームーンのそのオセージ族の歴史だったりとか、うん、日本その開拓時代の歴史みたいなものって、うん、やっぱり日本人ってやっぱ馴染みがないから、そう、そういうのあった方が絶対、ね、楽しめそうですよね。やっぱそのコンテクストとして大事だから、やっぱ作ってほしいなと思うんだよ ね、 やっぱね、アメリカの歴史とかね、まあそうそう、いわゆる近代史だからね、うん、そうか、そういうのもあるから、だからそういうね、読み物としてそういうの大事だから、うん、それはねちょっと作ってほしいなっていうか、まあスコセッシ監督でさ、3時間26分でも3時間26分って覚えちゃったからね、もはやね。ってぐらいの作品だから、やっぱパンフレット作ってほしいなと思っちゃうんだよ。まあだから俺結局今原作読んでんだけどさ。うん、ああ、はい。で考えてやっぱりそのコンテクスト少し欲しいから、うん、そう。そういうのもあるからね。だからやっぱり映画館で見に行く意味ってやっぱそこだからね。やっぱその思うよ、だからそのね、いい音を分かってないとそもそもいい音を出せないから。うん、やっぱ体感の感じやっぱあるじゃん。まあそうそうそう。そう、たまにねあるんだよね。まあ俺その PA のバイトとかもいろいろしてて、してる時特に思ったんだけど、うん、その、うん、ライブ慣れしてるバンドと、うん、ライブあんまりしてないバンドの差ってまさにそこで、うん、あ、はい、音が立体的になってるかどうかなんだよね、はいはいはい、結構やっぱその最近増えてるそのダブ使って曲作ってます、それをデモにしてバンドでやってますってグループは、うん、結構やっぱね、音がこう平面感があるというか。ああ、まあそうですね。捨てて、まあ、今家で作ったりとか、まあ出したとしてもちっちゃいスタジオで流すとか、ね、だから動機としてね。まあこれってさ、発見でもあってさ、うん、まあ、例えば一番極端な例をする、例えばマイ・ブラッディ・バレンタイン見に行って、うん、意外と歪んでないなとか、うん、ああ、はいはいはい。意外と歪んでるなみたいなって、やっぱ生で見ないと分かんないんだよね。うん、うん。じゃあなんでかっていうと、そもそもそのリスニング環境が人によって違うから。はいはい、これでモニターレベルで聞いたら歪んでないなとか分かるんだけど、うん、そうじゃないイヤホンで聞いてたらやっぱ生で見て、うわこんな音なんだってなるから、逆に言うとその向こう側が表現してるものを相場もらえるのってやっぱライブだから、うん、っていうのが結構やっぱあって、そうすると逆に言うとさ、あの真似しやすいっていうか、そのあこれってこういう音なんだがやっぱ理解できるんだよね、うん、いやだからマイブラを初めて生で言って思ったのが、やっぱギターもすげえけど意外とベースもすげえ歪んでんなみたいな。ああそうね、確かに。だから結局だからその音源だと歪んで、なんかね、エフェクターで歪ましてる感じ聞こえるけど、うん、ライブだと、要はその爆音で鳴らすことによってアンプ自体が歪んでるから、まあ要は、レコーディングよりもちょっと歪め少なめした方が、より 迫力とその充電はくるっていうね。そう、それが要はレイヤリングされてるんじゃない、要はレイヤードされて迫ってくるから。うん、それだから音源みたいな感じで歪ましちゃうと、多分本当薄い音しか出なくなっちゃう。要は本当にシャーっていう、その潰れた感じにしかならん。うんうん、
まあだからね、あのよくラウトパーク行くと思うよね、あんま歪んでねえんだなみたいな。まあまあそうですね。あーでもそうか、太い音ってそういうことかみたいな。歪ますと確かに潰れちゃうもんねみたいな。まあそうなんですよね。そうそうそう。っていうとこだったりするから。ギター自体の質量が高くて、うん、意外とアンプは歪んでないってありますからね。そうそうそう。そういうのもあるからね。そういうのもいて、やっぱりその体験的な、やっぱ生で体験する大事さやっぱ感じますよ。まあ、確かに。まああと普通にそのなんか、IMAX とかそういうめちゃくちゃいい音響じゃなくても、先になんかその映画のサントラとか、はいはいはい、BGM とかって印象に残るのやっぱ映画館で見たやつの方が印象に残りますね。いやだからなんか昔の人はさ、ビデオとかがないから、うん、なんかサントラを買って、うん、それでこう場面を思い出してたみたいな話を聞くと、うわすげえな、解像度が全然違うみたいなさ。確かに。でもとか1回で記憶するとか、でもそっか、まあ、今みたいにこう1日で何作品も見るとかできないから。そうで、要は何回も何回も見れないから今みたいに、うんっていう風になるから、いやそもそもその一作に関する必死さが違うなとか思ってするよ、やっぱり。まあ確かに。だからなんか映画を見るってこと自体がちょっと特別な時代もあったわけですね。そうそうそう、やっぱそこのハードルがそもそもあったりするから、ね、うん、配信で見ればいいやと感じると、ね、そう面白かったりするかなと思うし、逆にあれでしょ、あのキャプテン、あの言われてみて映画館に行くと意外といいもんでしょ。うん、まあそうですね。確かに僕もだから本当だからあれですよね、ここ 2年ぐらい、はいはい、まあなんかまあ、2、3ヶ月、2ヶ月に1回ぐらいは少なくとも映画館行くようにしてるんですけど、うん、はいはいはい、まあ、それまでは本当なんか、まあ、年2本とか、はいはい、まあ、友達となんか見に行くときぐらい行くぐらいな感じで、やっぱ映画見に行く習慣になってくるといいですね。いやまあ結局やっぱ習慣だと思います、そこはね、うん、いや思いますよ、別に1日1本でもいいのになと思いながら1日2本も3本も見てるからさ俺さ、うん、たまに思うんだよね、あのしくじってさ、いやこれは今日は2本にしとくべきだったなみたいな思うときがあるから、うんまあ、3時間2本とか3本で、いや、まあ、計6時間ぐらい映画館にいる、確かにストーリーごっちゃになっちゃいそう。いやだから結構あるよ、見る順番大事でさ、なんかあの、うん、序盤に思い描みすぎて3本目すっげーぐったりするみたいなあるから。ああまあまあそうですね、確かに。そういうのもあってテンションの違う映画見てもね疲れますもん。いやそういうのやっぱ体験大事にしたいからね、そういうのも、うん、はい、じゃあそんな感じで今週もありがとうございましたですね、うん、まあ本当にあの日々マシになりましょうですね、本当に。はい、じゃあそんな感じでまた来週です、さようなら。さようなら。